今日は6月の3日、今午後の2時ぐらいですかね。ここで今写しているこの花はですね、同じ交配なんですけど、ここですね、それからこちら側、それからこちら側、まあ一応分けてみたんですけど、実はですね、これ亀山さんが1年に1つか2つですね、濃度を上げたり、あるいは濃度を上げたものを壊す交配をした、まあそのものなんですけどね、これは濃朱、それから濃赤、それぞれを交配しましてぶっ壊したものですね。それでですね、ご覧になっていただいて、こちら側ですね、こちら側は赤い点になります。こちらはまあ芝菜のピンク地になりますね。ピンク地って言っても昔のピンクっていうんじゃなくて、今後で撮りますけど、冴えたピンクって言い方は変ですけど、まあとりあえず撮りますからね。まずあちら側はこう一点です。これは赤と朱の外れになるわけです。でこの中からは鉱石系っていうのは1本も、出てません。でこちらが赤になります。虹も入ってますね、これ、こちら側は、女方が登録した桃園系になります。これも虹が入ってますね。今東側からの光が入ってしまって、ちょっと花弁が薄くなっちゃいますけど、とっても綺麗な色です。この色はですね、他の地の方にはない色です。濃度を上げたものを壊した時にできる中間的なっていうふうに亀山さんは、まあ要するにさつきの表現的な言い方で言うと、まあそういう濃赤と濃朱からの壊した時にできる中間色ということなんだそうです。それでですね、まあぶどまりって言いますか、まあ、向こうが、こう一点になりますけど、約50ポット、こちらがさっき勘定して32、まあ中に芝菜も入ってるんですけど、ポット数で32、こちら側がですね22、まあ約全部で100、まあ、そうすると半分がこう一点、3割が赤、2割が朱、まあそんな風な結果になったんです。まあですから、芝菜を作った狙いが赤と一点化に、こう一点化になるってことですね。まあですから、こちら側のこれを交配していけば、まあ全部出てしまう、あるいはこちら側を交配していれば全部出てしまうってことで、まあ値段の高いっていうんで言うと、やっぱり芝菜の咲いた色っていうのは高いですから、芝菜を作る目的で外れが赤とこういって、まあそう考えればいいわけですね。あとはこれにまた濃度の上がった鉱石系の入ってない芝菜、それをかけてやればいいですね。これはだいぶ今までの桃園系の中で一番でかいですね。これから、このタイプで交配、進めていくことになると思うんですけど、何本か出ましたけどね。まあですから、このようにしてこの濃の朱赤の組み合わせですね、それを壊したもの、まあ、私が亀のって、ホームページには書いておいたんですけど、これがまあ大体亀山さんがですね、本当こう朱花なんかの交配でピンク地って書いたのはこれ使ってますね。外れが本当にないっていう組み合わせです。